まず Git ボタンがこちらになります。これを USB で、まあ、PC につなぎます。つなぎましたらば続けて Git ボタンのクライアントアプリを起動いたします。ではいよいよコーディングに取り掛かりましょう。ここにこんな感じで、見事、すごいアプリができました。それではこれをコミットしましょう。コミットするにはこの Git ボタンのボタンを押します。するとこのようにコミットログを入力する画面が出てきます。そして BGM が鳴って、コミットログを入力するこの気分を盛り上げてまいります。では入力してまいりましょう。 I did it。 そしてこのコミットを果たすにはもう一度 Git ボタンを押します。するとこのような形でコミットがなされました。全てを片付けるにはもう一度 Git ボタンを押します。以上で Git ボタンを使ってコミットをすることができました。